皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活です。次から次へといろんなことが起こって忙しくて仕方がございません。ザ・ディアジュ、えー。8月のお盆休みがあって、まあその期間ですね。郵便局とかはやってたのかなでも土日はやってないから、ちょっとこの山崎春のパン祭りに最初に 貼っってしまったですねこの,あの切手を剥がしこれだから切手貼って外されを剥がしてあの出すのを使っちゃったんでもう一回これを貼り直さなきゃいけない。うん、ちなみに山崎春のパン祭りはですね後半の、えー、8月18日までが。 までの,までのやパンにポイントがついているということみたいでございます。今回はうちはね、あんまりね、山パン食べなかったんだよちょ。どうしてこのポイントを持ってるんだと、正直申しまして、これはですね、メルカリで買いました。300円で80ポイントで買いまして、で残りなんとか自分で自己調達とか、 頑張ろうと思って、うん、あの、た <laughs> んだけど、結局、自分で調達しなくて、もらった。山パンのって、結構、当たる人が、当たるっていうか、あの、成功体験が少ないので、皆さんこれ応募しても当たらないと思ってるんで、あの、春のパン祭りは多分集めてっても、だと、この景品が、 ディズニーとかだったら広く一般の人も応募するみたいなんですよだから今回ワンチャン当たるんじゃないかなと思うんですよねこれねあの若いイケメンのスイミングのコーチとかのヤマパワのこのねシールとかをスマホのところに貼って試してたんだよそれを見た時にすごいなんか微笑ましく感じた <laughs> かわいいってああ かいて平成生まれのコーチがかわいいなって思えるコーチもいればすっげえムカつくやついるよねか人間なんだろう嫌われると損だよねっていうところ私なんか本当今までスイミングスイミングのコーチってなんかなんだろう嫌いって思ったことがないんだよか,かっこいいとか ま,あまず若いじゃんで何だか知んないけど水泳のコーチって私が知っている水泳コーチって大体かっこいいんだよ若いしで泳げるしかっこいいじゃん自分が泳げないからかっこよくて若くてイケメンでさかっこよくも見えるんだよねなんかあとはああでも自陣を二極化だなおっ さんみたいなコーチもいたりおっさんか若いかどっちかだなで私の友達でですねまあ友達というかあのちうちの子供の同級生の親でジ事戦もいるんだよ時事戦もだからあのどっちの方が好きみたいなどっちの方がタイプみたいな時にあジ時のコーチ 明らか、じじいのコーチ。じじいは多分ね、ベテランだから、安定した感じだと思うんだよね。子供に対して、あのー、指導力とかがなければ多分、じじいでなかなか難しいと思うので、指導力とか、なんだろう、うんまだねね、え40とか50、50とか過ぎて、40でじじい、 え、お前が言えるのかってな,なるんで、その時のじじいっていうのがだいたい50、60ぐらいの層の偉い年上だなって思ってたんで、こう、60とか、60代なのかな。それくらいの、あの、コーチ。あ、これ何やってるかって。だから、一回ここの切手をね、ここ切手貼った後なんで、くっついてるのに、ね、気持ち悪いでしょ、これ。で、切手の大きさが、 あのね、発売の切手がバラバラなんで明日多分郵便局で買ったとしてもこれをの、ね、ベタベタを解消できる理想的なでかいのがあるかって言ったらよくわかんないからうんハがキがあるんだったら貼り直して切手貼り直した方がいいかなと思ってそれをやってるんですけど、うん、おじさんとかでおじさんでさ 子供いじめる奴はいないよね。んほんとなんかあの、30ぐらいのやつで、子供いじめるやつっているんだなって。あからさまになんか好きなこと嫌いなことさ、分けるとか、成績がいいとか悪いとかで、なんかね、顔で決めたり、もう男、男女で決めたりとか好き、自分の好みでさ、対応を変えるやつとかがいて、ん子供って傷ついたりとかするんだよね、やっぱり。 うん、そういうなんか適性のないやつがコーチになるっていうのはやっぱ間違ってると思うんだよで。今までだからそんなさ、なんか嫌いと思う人がいなかったんだけども衝撃的で、あ、でも、あれか、老害みたいなやつもいるか、でもでもそこまで嫌いとか思うほど、実害がね、なかったね。と今回実害があったね、マジに。なんだいつって思ったよね。 私なんかからするとその味噌汁そボンバイエなんてさ汁そボンバイエの納金なんてさ取りに足らないわけだよ頭のいい人に打ち勝つのは難しいけど低収入のさ納金はあここからまだあ誰だの納金に打ち勝つのは簡単だろう ただじゃあ、同じ土俵です、お、泳いで勝負だって言われたら絶対無理なんだけど、泳げないからね。じゃあ何い、何いで勝負するのって。そうだな、ね。ゴルフなら勝てんな。あんな、あんな短足には勝てんだろう。あー、見えねえやばやばどうしよう。 これをこうやってやってですね。何をやってるかって、だからもう貼り替えてんだよ。ぜひご参考に。もうびっちり貼っちゃってんのね。これどうやって貼ったかというと、まず、ここに両面テープをびっちり貼ってから、テープで留めてるから、まあ剥がれないよね。かき損じた場合はこの作業が必要になるんですね。 参考にしていたただければと書き損じた場合あのはっきり言ってはがきを書き損じた場合はもう一回書き直さないとダメよ。ごまかすとかこうやって黒塗りにするとかそういうのダメよ。なんかで、ね、そういう面では履歴書とか受験の特にお受験とかの願書とかに置き換えるとああって感じ。 小学校受験のおじおじ、小学校受験とか幼稚園受験とかの願書なんかで書き損じた場合、修正テープで、まあでも今の時代はだいぶウェブで、ウェブでですね、応募、応募っていうの願書を出せるようになってきてるんで、だんだんそれもなんかあの、都市伝説になってきてる、きつつはありますけれども、あの、幼稚園受験とか、幼稚 小学校受験かな小学校受験とかだとまずその希望の学校があったら願書を3部ぐらい買って下書きをしコピーを取るのねコピーを取ってこう下書きをきれいに書いてぶつけ本番なんだけどそれでも文字を間違えそうしたら、あのー、修正液とか修正ペンとか修正液とかで。 修正するんじゃなくて、それすらもう一度書き直すっていうね。これ、あの、ハガきとかでもう、私はどちらかというと当たってるタイプの人なので、どうやってるかっていうことを参考にぜひしていただきたいんですが、書き損じたら必ず、あの、新しいものでやり直すことをしてます。でも、 中には、ぐちゃぐちゃ <laughs>、これ名前、あ、間違えたっていうので、黒く塗りつぶす人とか、あとは、修正テープとかで修正するとか、そういう方とかがいらっしゃると思うんですけれども、あまり良くないと思います。まず、まず1位、演技側で、2位、コンピューターとかが、おそらくこれスキャナーとかですると思うんだけど、やっぱちょっと、 え目視でね入力する分には修正器とかこうグニュグニュとかグチャグチャグチャとかってやるやつでもあのー、なんとかなるかもしれないんだけどまあいい感じにはならないよねテープで綺麗にやったとしても多分下に書いた文字が浮かんできたりとかしたらやっぱり綺麗に文字を吸い込めなかったりとか。でも今の あの性能はすごくいいですよ。もうびっくりする。何をやるにもあのその申し込み用紙に書いたやつか免許のやつで結構ね衝撃を受けましたねマジに。免許の申請用紙を手書きで書いてそれをプーとかやるともうプリントアウトされた完璧なやつが出てくるっていうね自分の手書きを文字起こしてちゃんと起こしてあのワープロパスパスくん文字で。 ちゃんとやっっててくるっていうさで、あとは自分で収入印紙かなんか買って出すだけみたいな状態で出てくる感じなのよね。あれが結構、あれで警察署レベルでそうだからびっくりするんだよ。自分でなんかこう文字手書きで書いたやつが、勝手になんかこうう。そういうシステムが多分できてると思うんだけど。だからこういういのも ある程度人間がやる部分はあると思うんだけどあのこんなのでもスキャナーであのコピーとかもなかなか主婦の人でねあんま働いた経験がない主婦の方だとわからないかもしれないけど今コピーとかも何十枚とか、えー、びっくりすることに何部ってやる,やる,やるとこの。 まあこれは同じものだから何個やっても何分ならないとは思うんだけど12345ってページが分かれてるやつとかがほんとなんかこう載せただけシーってみんな行ってデータ取り込んでそれを取り込んでからコピーをシューってその1ページから何ページまでとか完璧にあのできんのよ。だから一回一回人間が差し込んでコピーしてそれを自分でこう仕分けして ポチってやるんじゃなくてもコピーが勝手にやってくれるとかねいろんなことでなんかびっくりすることがあったりします。うん、とか言って書くよ私もですね事務系ではないので、あのー、そんななんか事務の事務の危機を語れるほどではないね現役の事務で働いてるね人からすると OL さんとか。 ね、ジムとかやってるじゃあ現,場現場の方からすると全然甘いんだけど自分であんまりコピーをするとかそういうなんか下仕事あんまりしなかったりするから <laughs> あれなんだけどさ、うんまあ、まあ言えることはとりあえずあの成功者から言わせていただくと私がもし書き損じた場合山場においてはあんまりなんかすごい。 あのー、当選率誇れるほどではないので1%とかね100枚出して1個当たるっていう1%でしょいや勝率あるのかなぐらいののも自信もあんまりないしただやっぱり気の持ちようでですねあの当たるんだ当たる当たる私は当たる私は運がいいとかって思って出すのと当然当たんない。 100枚出して1枚しか当たんないとか、そのしかとか、なんとかついて,てマイナスなことを思うよりも、なんせね、モチベーションが下がるよ。当たんないと思って出すのと。当たる気満々で出すのと。もうだって私、あの、歌詞どうすんのよって。もう子供最近食べないしさ、え、ね、え、どうすんのよって。 子供の年齢がだんだん上がってくると菓子食べないでしょ当たったらどうしようって。いやー、太っちゃうとかって私は菓子食わねえんだよ。残念なことに。最近、特に、あのー、GLP-1 ダイエットやってるから、食欲がね、著しくうせている。あればもう、いい。いいと思うか悪いと思うのか、その人によるんだけど、どれだけ耐えられるかにもよるんだけど、 食欲が減ればご飯食べなくて済むんで食べなくても済めばあれだよね確かに食べなければ痩せていくよねっていうそういう感じですねうん。でプラスアルファ私の今の状況はこう子供に付きあってまあ中学になったらジムに行こうとはもちさんの子供と一緒にでももう毎日がいっぱいいっぱいな感じで朝からさあのー 朝練行って、平日もだよ。平日の朝とかも5時に起きて、まあこれ YouTube 見てる方だったら、あの、たまに私があのチビスケを起こすときに、あっと、開けろとかしてやって、やってる場面とかもあったと思うんで、わかる方はわかると思うんだけど、私が夜ず、 起きてこうやってちょっとの自分の時間で YouTube 作ったりとか検証を書いたりとかしてるんでプラスアルファなんかの時間っていうのは自分で作って睡眠時間を削ってるわけで夜ず夜ねやるべきことを終わってから優先順位が結構検証とか YouTube とかって低いので、えー、YouTube 今だったら例えば撮ってる時間がガチにだよガチにこれはもうあなたにだけ教えたい。 差し上げますで今何時にこれを撮っているか8月19日の月曜日3時26分ですよこれ YouTube 撮ってる時間3時26分ここからだいたい1時間ぐらいしゃべると4時。 半らいで,るで,しょでちょっとあの長話してやると5時になって5時になると子供が起きてくるために目覚ましをかけると。で,でそれでも起きてこないからはって戦う声とかがたまに入ってるっていう感じであいつは学校に行く前に、あのー、スイミングをしてたわけですよ。これで帰ってきて学校に行ってでまた帰ってきたら、あのー、また行くわけですよ。 そんなのやってたらね、じゃあ、そのジムに行くんだって言ったら、じゃあ、いつ行くの今でしょって今じゃねえんだよ。でもなんか24時間ジムもあったりあって、子供はさ、利用できないのかと思ったら24時間。でも、子供でもミッドナイト会員かなんかに入れば、無人だから、その、ID カードかなんかで入っていけば、それでできるみたいで、もうなんか時代が全然変わったな、みたいな。昔私が あのー、ジムに行ってた時はマンツーマンでうざいくらい人がいたわけですよ。うざいくらい人がいてもう受付って言ったらわーって人がいてほいでジムなんかやらんもんややり方わかりますけど必ずさそのなんか筋肉のちょっと鍛えてます系の兄ちゃんが声をかけてきてうぜーえなーって思ってたのそれがなんか最近は24時間ジムやってで無人とかねなのよ でもその分、セキュリティとか全部監視カメラとかでちゃんとできてたりとかするんで、なんか時代が変わったなとは思ったりとか、あとはなんかこう、人が近距離にいるの好まない時代になってきてるから、なんか、うーんって感じ。また、この、なんだろう、パーソナルトレーニングとかっていうのは、すごい一回の単価が、 高いので1時間何千円か取れるわけでしょそしたら調子乗ってるバカはあのパーソナルジムを経営するとこれは儲かるだろうとかって思ってまあむまあ、ただ体操みたいな,なんか筋肉をトレーニングさせるようなさあの機械とかも使わないでストレッチの場所でちょっとこの筋肉をとかってやるだけで。 あのー、一番とか金が取れたらそれは楽だろうと思って参入してくバカいるかもしれないんだけどでもさ、あのー、はっきり言ってそこにお金をかけるんだったらあのか骨のさトレーナーなんか人あ,あの人たちは同じ動きを教えてくれるのね。なんかうちちょっとうちの ビがです、ねまあ、ほ本当に便利な場所で結構有名なアスリートとかがふわーっとくるなんか、まあ、サッカーとか野球とかあとなんだろうあれなんかすっげーサインがいっぱいあってそのスポーツ専門のなんかそういうなん,かなんだろう整形外科ドクターがいてちょっとリハビリみたいな感じの。 これ理学なんとか師とかがいるようなところだとなんかその筋肉のここの筋肉でここが傷んだ時はこの運動みたいなのがパーソナルトレーニングと同じようなことやってんだよねあそこでやったことこれでパーソナルジムをだから質をちゃんとしないと素人の兄ちゃんにとってさああの人に働かせて金を儲けようみたいなビジネスモデルだとまたコロナとか感染症とか来たら アウトななるぜみたいな感じ人がねそのなんか悪いなんか低収入で変なやつを雇うとやっぱりもうわかんないよねそれはもうでも全然なんかあのそのジムとかって大手のジムとか行って行くとものすごい礼儀とかからしてパーフェクトこんな気分よく行けちゃうんだみたいなもうなんかもう若い人がいっぱいで。 あの来てるやつはね、結構あのじじいとかじじばばとか結構多くてまあでもじじばばがモチベーション強くできるのはあのー、スタッフの方が若,若かったりとか親切だったり丁寧だったり礼儀正しかったりとかそれはモチベーション上がるよねでそんな感じですかね。であとはんかあのなんだろう性格いい人って人相顔とかに出るからね。うん 差別とかしねえんだよで検証の話をねしようかなといろいろ思い出すと本当腹立っちゃってさやっとなんか子供もとジ,ジムに行けてるんで無敵よ私は今マジにあとあの食欲を抑えて運動してでしょこれ多分理想的よこれはなドツボにはまるのは食欲だけ抑えて g l p 1だけで痩せようとすると筋肉が落ちていくからよくないっていう YouTube とか見てるといろんなあの専門医の人とかあの本当に体験してる人とか1回しかやってないのに語ってるやつとかいろいろいるわけで誰の話を聞くかとか、ね、しかもよく編集されてる人とかもいたりとかするんでね、うん、あえて私は無編集でいきますよ無編集一発撮りで。 これもまあなかなかね、無編集一発撮りで一人でダラダラずっと喋り続ける。ライブじゃなくてこれコメントもなしで一人で喋ってるから、ある意味これはこれで才能だなと、自分で自分にそう思ってやってるんですけど、だからなんか一発撮りに慣れてるから、編集しないから、なんかあの、インスタグラムとかのリールの何とかとかっていうやつも一発で撮ってるんで、まあ、 うん編集してるバカに、えー、ヌーヌーヌーあのバカがさうちのちびすけのあのバカが多分給料が安いから SNS で復讐にしようと思って頑張ってるのか分かんないけどあれすんげえんかいかついやさ子供来んなーお前ら来んなーみたいなオーラでスマホっていじってんだよ。なんかねお前の仕事それじゃないだろってこっちからすると思うんだけどさ。 あの管理もずさんだからそういうのもケーにしてやって,やってんだけど才能ないわなあんな時間かけてあんないろんなものを犠牲にしてそれぐらいしかの回数回ってないのバカじゃないの1分の動画何分かかって作ってんのそれさ最終的にあのコストどうよコスパどうよみたいないや普通にコンビニで働いた方がよくねみたいなあの。 いうですね、うん、もうそいつすげえなんか今後儲かるのか分かんないけど <laughs> もう分かんないなあんなやつだってさもう今アスリートのなんかオリンピック出た方がさあのドリームコーチとかってってやってる時代さあなたもそんなさ大した功績もない人にさその高い代価払ってさ習おうと思わないでしょそれどころかだよ。子供をいじめるようなやつに 教わわりたいいななて思わないでしょちょっと高い金を払ってでもいい人に、ね、教えてもらいたいっていうのはそうでしょ子供に親切にしてくれれば親はさ感謝するんだけどさ逆のことしたらさ全力で怒るよマジで。本当にで今何をしてるかというとこの辺のなんかあのセロテープの付きが。 気に入らないまあでも普段そんなにあの神経質にやってるわけじゃなくてあのこの検証の書き損じた場合はもう一枚の葉書きでやり直すってことを心がけているっていうだけでございますで今これ何枚やるかというと <laughs> 早くのそういつのことをすっかり忘れて私は通常運転してよマジで今年の夏よりほん大変だった1 2 3 4 5 6 7 八九十十一十二十三十四十五十六十七枚ですね。十七枚になりました。えー、これ三十枚出すっていうので、えー、これ締め切りがい,いつなのか、土曜日決心起こう、毎週何曜日が決心起こらのかとかちょっとこれ見てないんですけれどもだいたい。 えー、18日までの間に半分ぐらい出したかな今17とかしょだって12枚ぐらい出しててあとはこの18日からの、えー、多分こ,この31日まで応募 OK なんでは2回か3回ぐらいの締め切りに、うん、行くっていうラストのね 7回8回ちょっと待ってもいい8回9回10回なんとか8回9回10回、まあ、この検証において一番当たりにくい時に勝負をかけるっていうねまあ前回かな前に当たった時は100枚全部出してあーもう無理だ夏当たんなかったわーって思った時に届いたことがあるのでまあその最終回に。 勝負を挑むっていうところではなんか若干いいのかもしれない。メリットは応募のこのポイントを安く入手することができる。と現象真っただ中,中の時はやっぱそのメルカリで売るやつもあのー、ね少しでも高く売ろうと思うからポイント高めに売ってたりとかするんだけれどももう終わりだろう でこれ期間終わったらさャポンになっちゃう時っていうのはなんかもうバカみたいな、えー、安い金額であんま私は比較そんなすごい値段を見比べるタイプじゃなくてどちらかというとその時の一期一会を大事にするとかっつってじゃその AI のおすすめでおすすめトップに出てきたの1行2行ぐらいのってみてどっちの方が費用が安いかなとかって思って比べるぐらいかな。 なんかできれば匿名の方がいいのであれなんか匿名発送してるなんかやつ匿名発送の方が確実に、えー、なんかその履歴が残ったりとかもするしトラブルもないからなんかはい定型外でとかさそういう定型郵便でとかっていうよりはあのーま、匿名発送の方がリスクもないだろうしあのー。 まあその分送料が高いのにこのポイントが同じ金額同じあれだ,だったら送料に少しあのお金を注いでくれてる方がいいなとかそういうのになんか若干比べたりとかしてあんま値段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 って見てるわけじゃないですけどまあ80ポイント300円とか安いでしょうしちょっと勝負したいでしょう軍資金を30枚6三円 かける30 2000円ぐらいです、ね、あの、あまあ、やってもいいでしょうって、SNS、SN っていう YouTube のネタにもなるしっていうことで、まあ、頑張って書いてるよ。はっきり言っても、今、眠くてしょうがないとか、毎日疲れてしょうがないから、書くのもめんどくさいの単調作業が一番ね、人間のやる気になれないね、あればね、単純作業、単純労働がなかなかきついんですわ。 あーまあ、検証書きなんてのはね、何をするにも単純作業でございますよ。うん、でもやっぱり、応募しないと当たらないんで、応募、まず、する。ね、こう書く。ね、狙ってるのは、ここ,こにさっきにも言いました通りに、ディズニーじゃなければ、まあ、要するにうちのさ、なんていうのかな、ちびすけの、いいコーチね。 あの人はこの山パンのポイントをパンも食べるんでしょうよ。そうするとパンについております、えー。スマホの裏に貼ってポイント食べます。応募します。その時の景品はディズニーだったんだけどこれ欲しいですか、まあ、コーヒーメーカー。まあでもねアスリートの人ってあんまり、えー、カフェイン飲まないよ。ただ。 試合の前の集中力が欲しい時にカフェインを飲んだりとかするというのを聞いた、うん。なんか日々カフェインとか飲んでるとカフェインは中毒性があるのでやっぱ強いの強いのって言ってくるとやっぱりね睡眠の質も悪くなってきたりとかいざという時に効かなくなるっていうのであんまなんかアスリートの人コーヒー飲む人ないですね普段からコーヒーとか。まあ酒とかタバコとかまあタバコなんか絶対やる人いないよね。酒もまあアスリートはあんまり飲まないよね。 食事とかにすごい気を払ってですね、プロテインは飲んでもコーヒー飲まねえみたいな。なんと朝ごはんは、あのー、なんだ、あれ、あれなんだ、うん、なんていうの、ーえー、っとーん、えー、っとーんと、オートミールか。あれを食べて、うん、筋トレをして泳ぐみたいな。で、今私が着眼してるのは、 結構水泳選手のなんかインスタグラムとか結構私は昔からフォローしてていっぱいなんかストーリーとか色々うんまああんまりインスタ自体いじってないから自分がインスタ投稿するときにこう飛び込んでくるやつしか見てないにしてもですね意外とウェイトトレーニングしてる人多いんだよあれあんた水泳選手なのになんでこんなムキムキマンのやるようなことやってんのっていうのを素人ながら見てたりとかするんでここ 肩の筋肉鍛えたりとか足の筋肉鍛えたりとかしてる投稿が結構多いんでこれはね泳ぐだけじゃねえんだなだからジムに行くっていうのもあそういう方向なんだなみたいなポジティブに考えてでうちのちびすけ持久力があるんであいつにジムに行くでしょで猫ミームの動画を音なしで猫ミームの動画を見てるだけで。 どこから探してくれるのか分かんないけど猫ミームの動画を見てるといくらでも走れるみたいでさこれちょっとびっくりするね私なんかね10分ぐらい走る10分とかセットしても途中で「いや,やめやめやめもう無理無理無理これじゃ歩けない」みたいな感じで止めるんだ途中で矯正するの私があのいつまででも大丈夫なやつはあの立ってたら勝手にブロブロブロ,ブロ,ブロってやるやつうちにもそこにあるんだよ 箱だらけになってるからあの今使えないんだけどさあの藤井漁機のやつブルルルってやつあれ何もね自分であんま苦労しなくて済むやつあの機械に乗ってるだけでっていうやつぐらいがまあ満了終了するぐらい持つけど走るやつとかチャリンコのやつとか 何のために私はここでこいでんだよとかなんか何でこんなとこで私はなんか走ってね走ってるっていうか走ってるのも歩いてるに近い走ってるのなんだよね競歩みたいなレベルぐらいしかやらないんだけどさまだ,まだ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 始めたばかりなんでねそのうち私はなんか汗をかくレベルってできるようになるんだろうかって「ててててて,て」みたいないや全然自分なんかよってもう年全然もうおばあちゃんみたいな感じの おばあちゃん、おじいちゃんみたいな感じの人たちばっかりの中で10分ともたないっていうね、ここはちょっとマジダメだなって思いながらも、シャンマだ、シャンマだとかって励ましながらも、ストレッチコーナーで大抵寝てますよ、ストレッチしてるふりしながらね。あれもなんかちょっと良さげなさ、枕みたいなやつあるんじゃん、あの、硬いコンでポールみたいなやつ。あれを枕にしてね、クーって。 伸びてるフリして寝てんだ,てんだよの付き合わないとさ心配じゃん <laughs> 手を抜いてたりとかするんですけどねあと気分を変えていろんな店に変えてみるとかねあるのよ区分で金さえ張り合えね全店オッ OK の権利とかねあんだよ2万ぐらい払えば2万もしないかな2万ぐらい払えばとりあえずタオルもタオルもついてます シューズも,毎回,貸しタオルも、ね、毎回貸してくれます。シューズも毎回貸してくれますどの店でも行けますっていうね。そういうなんかのプランだったりとかするんだよ。駐車場もただですとかね。そこでも世の中金なんだなって思ったりとかはしますけどね。うん。まあ、そんなのはどうでもよ、うん、か。 いやどううででもよっていう感じであれなんでございますかあと残りこれだけを書いてわーって巻きしらかさなければいけないとあんまり後半の後半に出すの31日の当日締め切りって書いてあるけどまあ理想的には、えー、このじ今日が19日だったらまあなるべくこう26ぐらいまでで逆に。 こ,のこれを全部24日までに巻き散らかしちゃうと、えー、26で1回し24で締め切りになって25からの週の最終組に入らないのも悔しいんでまあとりあえず残りがあるとしたらこの半分半分で計画的にね、えー、この19日の週にまあ10枚で残りを えー、26日からの来週の月曜日からので投函するっていう感じでもう感情無用に行きましょうよとで今回あんまりいろんな地区に行けてないのでえー、化身とかをこだわって出すことができないのでもう一回に「ここ」みたいな感じのでちょっと今回は出してみます。あのー もう今までだったら毎日毎日出す郵便局のポイントを変えたりとかしておりましたがそんなこと今してらんないのである程度の枚数ゴーンって出す感じで処理しておこうかなとまあ結構慌ただしいですよね前前前の前前前ってあの昔私が推奨してるのはとにかくはがきを用意しで 毎週コツ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 こう応募していく。で、いろんな郵便局から出すっていう細やかなことを全部、全部放棄して、ここでいいやみたいな。まあでも、本局に行くんだけどね。本局に行って出してくんだけどね。キモいんだよ。だからその、いやでしょ、こんな嫌な思いをしてでもだな。あの、本局に行くためにはそこのスイミングを一回、 通らなきゃいけないっていうさ <laughs> 何のための罰ゲームだよとか言ってちびすけと言いながら「いやこれはな早く克服しろってことなんだ」とか言いながらさあのそこの前を通ってポストに出してね逆になんかあのうんなんかこううんちょっと違う北極行こうかにならなくてまあ まあ、笑い話になりつつあるからいいかなっていう感じですかね。で、私、自力でハガキゲットしてきましたあの。ちなみにショートでハガキがあるのにっていう、あれは昨年のですよ。うん。昨年投稿するのやめて、あ、でき、いや、あのなんかストーカーとかいたら気持ち悪いなって自分がよく、よく行く、まあ、よく行かないな、あんまり。 あ,のあそこ駐車場があの直結じゃないからあそこは行けませんタマプラりアテラスってところあそこはね駐車場の位置がねちょっとちょっと理想的じゃないんだよそこにガチッと駐車場じゃないのちょっとね離れたところにあるからいちいちその買ったものをガラ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 って持っていかなきゃいけないもっと便利だ、うん、あそこに行くんだったら枝とかの方が便利なんだよ 枝とかいいよ別にも。くんだったら買ってきて。うん、あと、枝とかあざみのとかの方がいいんだよ。直結できるから。下とか上とかに、うん。あざみの下、枝は上なんで駐車場が、うん。はい、駐車場ね。でも、東急の場合は、 2,000円買わないと1時間ただじゃないとかって駅の直結なんだいたい直結とか近かったりとか目の前に、えー、東急がある関係上ですね割と駐車場のハードルが高いだから別に言うたとてですね来ますかつ来ないでしょたい2,000円買わないと1時間しかもらえないんだよこんなの初めて行くスーパーで1時間で。 なんかハードル嫌じゃんこっちから逆にスーパーアルプスなんか行こうとするとさ駐車券で入れなきゃいけないところって八王子南口店だっけな八王子駅前店かなはいそこぐらいしかないよ多分1,000円買ったら1時間とかなんかスーパーアルプスで駐車券があっていくら以上買わないと。 駐車券押ししててくれななないいん店そこか駅のところ、うん、だから駅のところはあとなんか八王子って多分民度が低いんだろうねちょっと先に行ったところのコンビニも全部駐車場あ,あ町田も全部駐車場です本当、どこの駐車あどこのコンビニとかなんとかでもコンビニの駐車場って普通にそ駐車券を取るような パーキングのあれなんか見たことないけど、あるのよ。町田とか、八王子のコンビニの駐車場は。マジ変。で、最近は、それがなんかバーみたいになってなくて、もう、うん、これ自己申告のやつっぽいやつなんだよ、うん。なんかバーが出ないから別に止めてそのまま帰っちゃっても、何か問題でもありますみたいな感じなんだけど。 後々問題が出るらしいっていう、うーんなんかそういうちょっとよくわかんない駐車場があります。うん、時代にはついていけん。で、これ、これ、あの、ね、手配できましたよ。ちょっといい仕事してくれましたよ。私は今回ですね、お客様相談して電話かけないで、お店のサービスカウンターにいました。そしたら、手配してくれまして、届いたら、 電話くれて店に行ったらもう取り置きしていただきました、うん、とりあえずね恥ずかしいけど10枚ぐらいお願いしますしか言えないよ私は場毎回30枚以上出してるから30枚よこせわれやって言えねえんだよだから他の店もあまあねしょうがないねこの辺の 玉ラ、枝あざみのこ3つぐらいいってはがきを調達してもらってまあ最初は10枚あればね前半戦これいけるっしょっていうか今年やらねえと思ってんだよ私どうするうんこれハが,が見れたのでカルビー大収穫祭ちょっと言いまするとえー、これね読めないはがきがあっても。 ルビープログラム枠っていうのがあるんでこれぜひやってみてくださいあの折り込んでそこの折ったやつを写真撮ってあの1ポイントみたいな感じになるっていうやつで私がやってるの、まあ、はハガキ今回ここ一面こうなってここの応募のここの枠が少なくなっておりましてまあでも前回の ディズニーのキャンペーンがあったから皆さんもうフルグラで応募しようって思う層の人が、ね、結構多いと思いますじゃがいもこれでね3ポイントだけ出して当たるイメージは全くなくですね,ね1回に当たる基本ポイントは77ポイントを上回ってます 昨年,で7昨年まで70ポイントとか77ポイントだのなんだろう言ってましたけどそれでも当たらないっていう人もいたので実際にまあそれよりも、えー、低い点数で当ててるっていうね人もいましたでもじゃあ70ポイント突っ込んでも当たんないっていう人とええー、私21口で当たったとかっていう 人とどっちの方が信憑性ありますかって言っていたらやっぱその苦労して外れた方をあの真実と思った方がよろしいんじゃないかと桂馬の方とかだとやっぱ最大の自慢っていうのは楽に当てたっていうのを自慢したいっていう気持ちがあるのでやっぱ楽に当てた系の投稿は真実性がちょっと足りてないかなぐらいな感じで思った方が のね、大体だ騙し合いだったりとかするのよ私はですよ、ね、あのこのパンダリック一人で本当に5個当ててはいるんですよあっち見たいですかあっちここまで見たあなたにはちょっと見せてもいいかなサービスですよこうあ来たねああ来たねちょっと個人情報とか大丈夫そう 大丈夫こっちのここ洗っちゃうでしょこれ,これケトルがあってほんとに、ね、これ運動のやつに段ダンボールだらけで山積みになってるこれはパンダリックここタワーでもなんでもないよさあ戻ってまいりましたなんか不適切なものあったこ<れ> <laughs> 名前とか書いてあこの国、ね、の特徴ねまあこっちであの子供が宿題やってるんでうんそれで、ね、あのここにあるあの緊急外来受付見え,見えた人います言わなきゃ分かんねえこれね緊急外来受付ねこれこれ。<laughs> これ 緊急外来受付の、これ、これ、<laughs> もうあまりにもパニックで、そのまま持ってきちゃったくさいんだよ。でもこれ、緊急外来なんで、緊急外来卒業して、退院して出てきたから、二度と行かねえっていうね、返しようがないのよ、これ。だから、こう、うん、バインダーね。 緊急センター受付まで戻してくださいって緊急センターにもう行くことがねえんだよあるんだこれだなんかねほらすごいだから今回の夏休みの思い出にねすごい経験をしたわけですよこれ見るたびにあのーねこれ嫌なことがあったら自己解決をしないでこう相談しようっていう気分これを取り戻すために これを置いとこう,っていうかこれ下敷きにして勉強してるなあいつ。うん。でん僕もシャにしてるから元気になったっちゅうことですよ。うん。まあ、そういう感じでいかになんかこのプラス思考とかですね。えー、ちょうどうちが本当になんかあのどん底とかでこの先どうなっちゃうんだろうとかって思った時にえ七田康先生っていうですね七田誠先生の 息子さんがですね、父の誕生日は7月28日ですみたいな感じで、え投稿されててね、なんかそれを見て、そうだ、七段は認めて、愛して、褒めて、育てる。待ってる、ね、認めて、褒めて、愛して、育てるね。そうだ、その考え方だよって思って、だから知った激怒じゃなくてね、 認めて、愛して、褒めて、育てる。で、まあ、そうだよね、みたいな感じで。まあ、とりあえず、なんかこう、信じてあげたりとか、もう唯一無二ね。どんなになんか冷たくされても、親に言えば褒めてくれるみたいな状況の方がいいや、みたいな感じになってるんで、ちょっと今、二人で再起を図ってる。まあ、時々、あの、週末とかは、黒子が入ってくるんだけどもね、街にカオス。 あの、何て言うの家族3人でさ、週末、あの、週末じゃないよ、お盆休み、ジムとかさ、ジム行くから疲れんだよ。むっちゃ、ヘロヘロになって、寝て起きて、またジムに行くっていうさ、で、病院に行ったりとかね、病院はハリネズミです。 で、これ、解説うん、なるべくポイントを貼って70ポイント以上で勝負。で、第1回。これ、解説してる動画があるんで、それ見てみてください。えー、なるべく、あの、グラ貼って、勝負した方がいいですよ。で、私みたいにですね、30個以上当てても食えません。もう大、じゃがいも大好き人間だったら、 いいのかもしれないけど芋が腐るからもったいないからはっきり言って当たりそうなところに勝負をかけてこのフォログラのポイントでドーンって当てた方がいいと思うんでこれの当てる方法はその時に自分の持っているポイントどれくらい,くらいのポイント突っ込めるかのポイントを突っ込んでください。でポイントはですね突っ込む回数です。 普通タイプの応募で、応募するときのポイントは、突っ込むところが大事です。何回目に突っ込めば一番当たるかと言いますると、後半は当たりません。この8回、9回、10回は、彼にスルーして、もうこれに応募するぐらいだったら来年の方がいいです。なので、まあ3個当てる、3個当てたいと思っているあなたは、 まず狙うのは初回だと私は思ってます。うんうん、別の意見言ってるんう何はともあれ初回っていうのはこのハガキすら手に入れられなくてあ応募っていう人もいるしテレ,ビの出てテレビに出てねタバーとか言って喜んでる人が1回目2回目は毎年恒例の検証だから。 結局1回目2回目すごく応募総数が増えるんですって言ってるやつがい,いるからそいつの言うことを真に受けて1回避ける人とか結構いる、うんうん、私はバカだなと思うね私は1回目から勝負するけどここの狙い目的には3回4回5回ぐらいなところが狙いだと主張する人はい,いると思います 私は一回、まず一回、勝負しよう。持ってる玉を。三回当てたい人はね、一回行こうじゃないか。次は、三回行こうじゃないか。次、四回。一、三、四。だここはね、なんかでも、あの、忙しいんで、多分、無,無理。うん。ここだな、一、二、 真ん中とかは分かんないと思う。な,な3個欲しい人は自分の持っている70ポイント以上のポイントでかき集めてください。で第1回と2回はス,ローしスルーして3回4回目な。なぜかというとまあこれ毎年恒例の検証でみんなやりたい欲しい欲しい欲しいで第1回目締め切りの んこれがねずれちまった方が2回目に来るのでこれはなんか結構1回目よりも2回目の方が2回締め切るの方がゾッと集まりそうな、うん、1回目からあのこぼれ舞台がですねこぼれちゃったよっていうやつが2回目に来るんで2回目はちょっと避けた方がいいかなと私は思いました、はい、皆さんはどう思うでしょう かそして私はまたダイエー巡回してまいりました。えっとね、ダイエーにはゴルフデポがあるんで、ちょっと子供のクラブで見てきて。うん。レディースでどうだろうかと。私最近全然さ、ゴルフやってなくて、ゴルフのクラブ、名古屋に置いてきちゃったかな。それを、 こっちにもるしかないかなみたいな。うん、はい。こんな感じです。でこれが、ええー、ダイエもダイエないよ検証。これもあったからもう。 スーパーの知りたいでですかでもですねもうすでに目がぐるぐる回っておりますんで今時刻は4時3分そらでもいいでしょう。ということでなんか愚痴まじりでようわからんこと言ってんなーっていう早くねなんか検証に集中するなり何ですこうですとかってもっと「あのー、お前の母ちゃん話しなげえな」って言われないようにですね話は。 早く簡潔に喋れるように努力したいと思います。ということで、まあ、中途半端なんですがご視聴ありがとうございました。